こんにちは、AK です。今日は正しいマスクの付け方を学んでいこうと思います。まず、この針金がある部分を上にして、ひだがある部分を下にします。そして、鼻の形を整えながら耳にかけて、顎まで引っ張ります。鼻は必ず隠してください。これはダメです。ここの隙間とここの隙間がないように活着させてください。受け売りですけどね。では、コロナウイルスやインフルエンザに負けない、さらに強いマスクの付け方を今から学んでいこうと思います。まずは手袋を用意します。手袋をつけます。もう片方もちゃんとつけます。つけました。手の形を手刀にするのではなく、手のひらを伸ばしてまっすぐに反らすか反らさない程度にして、もう一方の手もそのような形で作ります。そして特殊なマスクを用意いたします。この後ろから入れます。こちらからかぶります。しっかりと顔にフィットさせてください。しっかりと顔につけましたら、まずは手をまっすぐに、さっきの形を覚えてますね。これをまっすぐにし、手を添えます。ちょっと左肩を上げる感じの方が良くして、腰を曲げます。そう、これでコロナウイルスも撃退できるはずです。ぜひやってみてください。ではもう一つのマスクを、それでは次はもう一つの特殊なマスクの付け方を見てみましょう。このマスクをつければウイルスもインフルエンザも勝てることができるかもしれません。まずは頭にフィットさせ、下のマスクの顎の位置をフィットさせて、まっすぐになるようにします。そしたら今度は上のマスクをつけていきます。しっかりとつけますよ。どうでしょう。これで完璧にウイルスに勝てます。どうだウイルス、かかってこい。ふう、いかがだったでしょうか。これでウイルス対策も完璧だと思います。皆さんもぜひやってください。そうなわけで、これでウイルスにも勝った。ではまた。